い、こんにちは、レイセンです。今日は6月25日火曜日になります。絶食436日目ですね。で、生緑虫開発5日目になります。天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ4時間半とっています。で、尿回数は4回出ているところで、大便は1回ですね。朝7時半頃に出ています。朝やっぱ朝出やすいね。なんか快調だね妙に快調です。調子がいい。で、現在の時刻が午前9時43分ぐらいってところです。今日は一回ちょっと買い出しじゃないな、新しく緑虫を購入したもので、ネットでまためげずに、でそれの支払いとか、あとちょっと市役所に行く用事ができたもんで、市役所行ってくるってところです。あとは、1.5 から3リッター絶食でやっていきます。そしたら、絶食436日目始めていきます。そしたら、今日の1杯目作っていきます。カゴメの野菜1日、これ1杯ですね。これから、250。で、福連の丸大ですね。で、ここにアロエ、この大きさ今までで一番大きいねこの大きさ、これか。で、鉄板、で、水を尾鷲の天然水ですね。で、これをしたら、これ飲んでいきます。そしたらちょっと出かけていきます。お昼ですね。日中の室内温度は29度、湿度 35% ぐらいですねってところです。で、今帰ってきたところです。すごい時間かかったな。郵便局で待ってるのがものすごいかかったね。どのぐらいいたんだろう。1時間ぐらいいたのかな。すごいかかってたね。で、なんかちょっとドリンク作ります。飲む果実はね、オレンジ、で、福連の丸大ですね。今日は買い出しじゃなかったんで、なんか物を買ってきたわけじゃないんだけど、丸大250。
あとどうしようかな。酒粕、まああんまり使いたくはないんだけど、酒粕も少し入れようか。ちょっと入るな、ここ。いいや。で、粒あん、よいしょ。で、あと水、尾鷲の天然水ですね、250。そしたらこれ飲んでいきます。3杯目作っていきます。カゴメの野菜1日、これ1杯ですね。これ1、これ1等屋でいきます。と、あと福蓮の丸大ですね。酒粕、酒粕を、と粒あん、したらこれ飲んでいきます。今こんな感じ。まあこれ本当にあの緑虫かどうか怪しいんだけど、怪しいんだけど、まあ一応取っとく。やっぱ強力若元が一番緑だね。この色どうだろう、これ緑もじゃないのかな。緑虫なんかすごい蛍光色になるって話だけどな、どうなんだろうってところですね。で、豆乳がね、割と途中から緑が強くなってきてね、今2番目だね。で、これ米粉、玄米を粉末にした、粉末というか粉にしたミルサーでね、ミルサーで細かくした米粉、あ、全然だね、これも全然でした。上の方がね、上の方に若干なんかとなんか緑っぽい、うっすらとね、泡っていうかアクかな、アクにうっすら緑が入ってる。で、これ玄米がね、一応少しわずかに緑だけど、実用にはちょっと耐えない感じだね、これ、うん。で、まあ一つだけちょっと封開けて、まあ空気が常に入るような形でやってみてる、うん。見るからに明らかだよね、これ。やっぱ強力若元が一番だよね。ついで豆乳、うん、まあ豆乳が実用、まだ実用的かなってところですね。あと1500取れるもんで、まだ3杯だからあと1500取れるんだよね。合ってるよな、合ってるはずだはずだけどな、なんかか書き忘れとかあったらアウトだけどね。で、なんで、1000ミリはキッコーマンの豆乳飲料。この200を5つだね。5本、5パック飲んで、で、ラストに、豆屋、グリーン豆屋だね。まあ、そんな感じでいこうと思います。
で、キッコーマン豆乳飲料黒蜜抹茶味ですね。これ、大豆固形分は 4% 以上、原材料名大豆カナダで、砂糖、米油、抹茶、黒蜜、天日塩、茶抽出物、レシチン、貝カルシウム、香料、香料カラギナンですね。まあ、そんな感じです。この味、毎朝ウイロウリやってるんだけどね、やっぱり滑舌でまあ徐々に良くなってはいるんだけど、まだなんか、ね、引っかかるところが割とある。抹茶らしさあるね。なんかあの抹茶独特の苦味、風味、風合いっていうのかな。抹茶らしさあるね。黒蜜はなんか分かりにくいな、よく分かんないな。黒蜜分かりにくいな。抹茶、まあ抹茶らしさはある、抹茶らしさはあるね。焙煎しているかどうかは分かりにくいかな。じゃあ砂糖が入っててちょっと甘くしてあるっていうのは分かる。であと抹茶の具合も分かる。黒蜜いまいち分かんないな。でも結構美味しいと思う。これはこれ1リットルであったら買う、間違いなく買う。1リットルであればね。200だったらちょっと買わないかな。まあめったに買わないかなってところです。値段高すぎる。1リットル、まあ紅茶とかあと同じような感じでね、1リットルものがあったら買うかなっていうところですね。そしたらこれ飲んでいきます。水入れてきます。オアセの天然水の250。そしたらこれ飲んでいきます。次飲んでいきます。キッコーマン豆乳飲料いちご味ですね。いちご、大豆固形分は 2% だね。 2% 以上、原材料名は大豆カナダで、砂糖、いちご果汁、りんご果汁、水溶性食物繊維、天日塩、米油、香料はペグチンとセルロースで、あとはクエン酸と乳酸カルシウム、香料ってところです。で、味だ。果汁は 10% 未満で、いちご果汁は 3% ってところです。 7% はりんご果汁ってところだね。 3% しか入ってないけど、いちごって言っちゃっていいのかって思う。いちご、いちご味って言っちゃっていいのか。 3% しか入ってないけど、すごいね、お菓子のいちご味だね。お菓子の、安いお菓子のいちご味。飴とかガムとか、ああいう安いお菓子のいちご味。本当、子供が喜ぶやつだな。子供が喜ぶお菓子だな。安い飴のいちご味の飴とか、ああいうの舐めてる時のいちごの味っていうのかな。そういう感じ。これは、ちょっとな、大人は嫌がるかな。大人は嫌がるかな。まあ大人はっていうか、そういう、おやつってお菓子だな。そういういちご味の飴玉とか、そういうのの味が、あの結構きつい味とか匂いとかあるよね。
ああいうのが、まあ、ダメな人は、うん、ちょっとなって思うし、ああいうのが逆に好きな人は、まあ、いいかもしれないけど、わざわざ豆乳 飲料って感じじゃないね。豆乳のとの字もないって感じだねこれ。うん、本当にジュース、安っぽいジュースって感じだな。うん、これ豆乳って書いたらあかんだろうって思うぐらいだね。これは、なんか、騙されたって思う人いるんじゃないかな。まあ、そこまで言い過ぎか。そこまで言い過ぎだな。豆乳っぽくない。全然豆乳っぽくない。これはな、これは開発ダメだろう。もっと豆乳らしさを出した商品にしないと、なんか、ちょっと騙し入ってるとか言ったら言い過ぎかな。甘ったるい、すごい甘ったるい。そしたらこれ飲んでいきます。これ D 強力若元だね。これは割とね、蛍光グリーンになんか近くなってきたもんで、ほんで緑虫でいいかもしれない。もし、まあ、緑虫の培養に成功してるかもしれないってところですね。一応顕微鏡来たら確認するけど、まあもしかしたら良さそうだもんで、実験このまま続けていくっていうところです。でこれ B だね。 B が米粉なんだけど、結局ね米粉は全く変わらなかった。全く変わらないね多分。でまあ、これ、この中にね、ちょっと豆入れてみる。豆入れてみる。これ、販売者、三国産だね。三重県四日市市だね。三国の大玉大豆。北海道産だね。これをちょっと入れてみる。試しにね。それでどうなのかってところ。これ切り口とかないんだな。珍しいな。これをどうしようかな。大さじ グラムの方がいいかな。物がでかいからね、豆は。なんで、グラム表示でやった方がいいかもしれない。って思った。で、まずこんな感じ。今 11g だね。これで 11g。 まあ 30g ぐらいにしようかな。これで30だね。ちょうど 30g で、これで一回試してみるってところです。 30g したら、これはこれでよしだ。でまあ、米粉も入っちゃってるからね。でも今一回ちょっとこれでやってみる。なんか、なんちゅうか、もったいないというか、中にも、緑虫まだ生きてるのがいるかもしれないもんで、なんかこれをバシャーって捨てちゃうのはなんかちょっと忍びないっていうかね。そういうのもあって。なんかこれででもダメだったら、一回ちょっともう仕切り直しにしちゃうけどね。なんか全部出してね。あ、いや、強力若元一回入れちゃおうかな、その時は。その時は、まあ、強力若元入れて様子見るっていう形でね。これで復活してきたら、中の緑虫が、まあ、増えてきたっていうことになるもんで。生きている、まだ生きていた分がね。で、あと、A のタイプだね。
A の1から3、A の1から3のタイプは、がね、最初ちょっと緑が下の方、できてきてたんだけど、もうだんだん消えてっちゃったんだよね。だんだん消えてっちゃったもんで、これね、米が少ないんじゃないかなってちょっと思った。うん、まあ、米だけの問題じゃないかもしれないけどね。まあ、米が少ないっていう可能性、まあ、米を増やしたらいけるっていう可能性があるもんで、まあ、そこをちょっと見ていこうかなと思って。うん。なんで、まあ、米入れてきます。これ A の1だね、A の1。こう今大さじ1杯だもんで、どうしようかな、大さじ5杯ぐらい入れとこうかな。これで大さじ2杯目でしょ。で大さじ3杯目、大さじ4杯目、大さじ5杯目だね。これで一回様子見るってところです。うん、これで復活したらおってなるし、どうだろうね。もう一回1から仕切り直しで、最初から多めに入れてやってみるっていうのも。一応、1.5 リッターの1.5ボトルだね。ボトルのやつは、そういう風に、ちょっと多めでやろうかなって思う。もう最初からね。うん、豆乳と、まあ、強力若元は大丈夫っていうのは、まあ、分かったもんで。でも、まあ、豆乳、最悪、発展途上国でも豆乳作れるようにして、運用するだわな。だけど、それも、まあ、でもできたらね、できたら、生の米だけで、生の米とか、生の大豆だけで、うん、だけで、作れたら一番いいんだよね。それが一番いい。で、大さじ2杯。あ、ちょっと待って。あれ?ちょっと待って。間違えた。じゃあこれ大豆入れたやつだ。アホくさ。まあいいや、しゃあねえな。なんでこれ入れちゃったの?これあれだな、大豆以外にも米も大さじ3杯入れちゃったな。しまった。しまったな、おい。こっちじゃん、こっちだわ。やっちまったよ。大豆の実験にならんな、あれだと。まあ、いっか。入れちゃったまあ、しゃあねえな。で、ここ、A の3。これ多分全部入らんもんで、ちょっと抜かなあかんだろうな。で、大さじ2杯目。大さじ3杯目。大だな。ちょっと抜く。大さじ4杯目。大さじ5杯目。これだとね、ブクブクができないんだよね。まあ、ブクブクできないもんで、ちょっと減らさないとあかんな。うん、こんなもんだな。これで大さじ5杯。いいよね。うん、大さじ5杯。どうしよう、豆の実験できないな、あれじゃ。豆はちょっと別で1個作ろうかな。5杯目。
まあ、いっか、あれはとりあえずあれ、あのまま行こう。なんかあるかもしれない。もしかしたら大豆と米一緒に入れるといいみたいなね。あの、思わぬ効果みたいなものもあるかもしれないしな。とりあえず、まあ、あのまま行こう。大さじ3杯と大豆。大豆30グラムか。うん、ね、で A に玄米大さじ4追加。同じ時間だね。8時、まあ40、まあ50分だけど、まあ同じところでいいでしょう。うん、まあ感じだね。まあとりあえずこれで様子見るってところです。今日はそんなところかな。やっぱり大豆、ちょっとあの、一つだけ作ってみることにします。ボルビック、500ミリのタイプだね。ここから100ミリまず減らして、100ミリ減らして、で、緑虫だね、これ。緑虫のはず。多分緑虫だと思う。これ、こっから、まあ、当初の購入した時と色合いが違うもんで、なので、中にいる量は、緑虫の量はね、違ってるはずなんだわ。だから全く同じ条件でやれるわけじゃないけど、うん、まあそこはしゃあないってことで、ここにまあとりあえず そうだな、まあ10ミリ 10cc だね、 10cc 入れよっか。10g いいところでしょう。これはどうしようかな。これはこの中にちょっと入れて、で軽く。これ薄めた豆乳だね。薄めた豆乳。まだちょっと残ってるやつ。まあ、追加で。うん。これでもまだちょっと濃いんだな。うん。まあ、でもいいとこか。いいとこだね。まあで、これ今入れて、でここに豆だね。豆を30g 入れようかな。あ、31、ちょっと入れすぎた。まあいいや、31、うん、いいとこでしょう。で、ちょっと確認してみるってところです。これでどん変化が起きるのか。大豆だね。大豆をそのまま入れた状態、玄米と同じだね。玄米と同じでそのまま入れてみるっていう、でこれでまあ一回ちょっとやってみようと思います。まあそんな感じですね。今日はまあこの辺。とりあえずこの辺。ペーハーとかは、あともうちょっと先だね。うん、もうちょっと先にする。そしたら、あと続き、キッコーマンの豆乳飲料の続き、飲んでいきます。今日あと3本だね。これで、西露葉10ってところです。で、まあ、この3種類に関しては過去、まあ、味見してるもんで、まあ、そのまま普通に取るっていうところですね。
したら飲んでいきます。今から動画の確認作業しようと思うんだけど、この吟醸酒粕をちょっと舐めながらね、舐めながら、あくまで食べるじゃなくて舐めるね。まあ、これは入れてもよ、あんまりそんなに風味が強くないから、入れても溶かし込んでもそう美味しくはね、っていうか味がそんなに変わらないと思うから、入れたらもったいないと思うんだよね。だからまあそのままね、そのまま取る形にしようと思ってます。このぐらい、とりあえずこのぐらいいいか。そしたら、これの、取っていきます。もうちょっとつまみたいんで、さっき 1.5 杯ぐらい、大さじ 1.5 杯ぐらいだったんで、まあもうちょっと、もうあと 1.5 杯ぐらい、欲しいな。やっぱね、つまむとね、いいね。美味しいっていうかね、そう風味不合いないんだよね。やっぱ吟醸とかの酒粕はね、風味があんまりないっていうか、なんかさらっとしすぎてるっていうかな、全然味わいがないっていうのかな、なんか拍子抜けするぐらいの感じでね。あー、これいい、うわ、ちょっと多すぎたな。2杯ぐらいかな、さっき 1.5 杯だったんだよね。これ 3.5 杯か、ちょっと多すぎかな、これ取りすぎかな。まあいいや、 3.5 杯。ちょっと減らそうかな、減らして、まあ3杯ってことで、そしたらこれ取っていきます。深夜0時45分ぐらいですね、47分ぐらいってところです。で、まあ今日実験5日目だね。こんな感じ、ミドリムシの開発実験5日目。これいいね、蛍光グリーンになってきたね。ミドリムシの D、 これ強力若元、いいね、いい感じに蛍光グリーンです。これが5日間で強力若元だと蛍光グリーンになる。もう完成だよね、これ完成って言っていいと思うんだよな。もっと濃くなるのかな、濃くなるかもしれんけど、5日間でここまで、まあほぼ完成に近いよね。まあこんなもんなく割と早いね。3週間って聞いてたけど、3週間もいらないね。1週間もあれば上等って感じだな。で、C は無調整豆乳だね。を 5cc 入れてる。400ml に対して 5cc 入れたタイプだね。これも最初全然緑っぽくならなかった。うっすらもう下、底の方にちょっとわずかに緑が入り込んでたってぐらいだったのが、急にね、色づき始めて、で、強力若元と近いぐらいになったね。あの量でもいいんだね。5cc でもいけるっちゃいけるんだね。なんか、なんていうのかな、スタートが遅いけど、急にエンジンかかるみたいな感じだね、C はね。で、B は、米粉はもう全然だね。で、今日、大豆と、あと玄米入れてます。で、あと A ですね。A123。とりあえず玄米、大さじ5杯入れてますね。合計で。これで、どのぐらい変わるかっていうのをちょっと見ていくってところ。今のところ、まあちょっと緑が入ってますけどね。まあまだ全然弱い。あの二つに比べたらね。なところです。これはまあ参考程度っていうか、まああんま気にしないでいいと思うけど。
まあ無調整豆乳だね。適当に入れた無調整豆乳で、新しく作った、今日作った E、まあ、ボルビックのやつでやってるけど、まあこれは大豆だね。大豆だけ、これでできるかどうかっていうのを見るってところです。おはようございます。今午前7時40分ってところですね。そしたら今日もウイローリ3回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面ですね、側面と背中、65.5 ってところですね。血圧測っていきます。109-74です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は4時間半ほどとっています。午前2時から6時半までの4時間半ですね。でジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。で日中の室内温度が29度、湿度 35% ってところでした。飲んだもの、野菜ジュースが 500ml、豆乳が 1750ml で、果物ジュースは 250ml で、甘酒は0ですね。今日は甘酒なしです。で水は750で、合計が 3250ml で、水750のため実質は2500になります。なので今日も 1.5 から3リッター絶食達成です。まあ、今日はラスト一杯ね、グリーントーヤー取ろうかなと思ったけど、割とまあ取らなくても大丈夫そうだったもんで。で、2500で今日はやっています。で、説明の方は、まあ、キッコーマンの抹茶、あと、いちご、チョコミント、バニラアイス、マカダミアナッツ、ここは、まあ、豆乳飲料に入れてるってところですね。あと、アロエを最初に、一辺入れてるのと、あと、粒あんだね。粒あんは、大さじ2シール、6杯か。6杯だけど、まあ、大さじ2杯以上入れてるよね、あれね。もうちょっと取ってるってとこですね。で、酒粕も大さじ4杯かな。と、あと、人休庵の酒粕。吟醸酒粕。あれを、最後だね。夜に一番ラストに、つまんでる動画の確認作業だね。つまみながらやった感じね、なんかちょっといまいちだった。なんかほわっとする感じもないし、前のあの大吟醸酒粕の方が良かったかな。あっちの田中酒造だったっけ、AJS のやつだね。
あっちの大吟醸酒がその方がまだ良かったかな。あっちの方がまだほわーっとする感じがあったんだけど、この陣球庵の方はね、ちょっとつまんでもね、なんかほわーっとする感じがない。なんか、ちょっといまいちだったかな。あれ、もうつまむのをとりあえずやめて、で、入れる。ドリンクに入れちゃおうかな。あ、なんかね、でもね、うまみ、なんか酒粕のうまみとか強みがないんだよね。なんか本当になんかほとんどなんか感じられないっていう感じだもんで、あれ。なんか大吟醸とかああいう吟醸ものは、そういう、なんていうのかな、酒粕のうまみが少ない。うまみとか芳香、香りとかね。なんかそんな感じだね。まあ、商品によって違うのか、それとも全てのものがそうなのかは、もっといろいろ試してみないとってところですけどね。この陣球庵の、まあ、吟醸酒粕は、なんか、まあ、風味、風合いがちょっと弱いというか、かなり弱いっていうか。で、まあ、つまんだ時も、なんかやっぱり、なんか、ほわーって体が来る感覚だね、アルコールの。その度合いも、少ない。非常に少ない。あんまり意味ないかなって感じだったね。ゼロじゃないけどね。ゼロじゃないけど、ちょこっと来るけどね。まあ、少ないって感じでした。他の、まあ、商品に比べたらね。で、まあ、ラストで大さじ3杯、3杯ほど取ってるってところです。3杯、1.5 杯にしときゃよかったなと思った。3杯取ったらなんかね、微妙に気持ち悪さが出たね。ちょっと取りすぎたって感じだ。まあ、その辺ですね。ね、酒粕大さじ2杯、4杯。粕漬け用の酒粕を大さじ4杯。と、あと陣球庵の大さじを3杯ってところですね。まあ、そんな感じです。で、尿回数は7回出てます。濃さは完全無色、あとかなり薄め。量は平均的な量、あとかなり多い時と少ない時と普通に多い時がありました。で、さっき言ったっけな。1.5 から3リッター税食達成が今日で16日目ですね。16日目。で、大便は1回。今日1回出てます。午前7時半頃。薄い褐色で中太バナナ状20センチ、プラス細バナナ状5センチ。で、小粒中粒合わせて7粒と大粒3粒で平均的な硬さで、匂いは流すときにね、少しだけ感じた。水でじゃ流すときにね、少しだけ感じた。それまではね、全然なかった。匂い全然ないなと思ったんだけど、少しだけラストね、一番ラストの時に、ほんの少し感じたっていうところです。で、おならはたまにありで、匂いはほぼなしですね。夜に一度だけわずかに感じることがあったってところです。で、今日の計測時刻は午前8時50分頃に計測してます。昨日よりも10分ほど遅いですね。まあ、ほとんど同じ時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重が 55.75kg、マイナス 0.15kg の減少です。まあ、ちょっと体重減ってます。まあ、一杯今日は少ないっていうのももしかしたら関係あるかもしれないですね。で、BMI は 17.6 で変化なし、体脂肪率は 7.9% でこれも変化なしってところです。で、血圧は109-74、最高血圧マイナス2、最低血圧プラス1で変化なしですね。なので、まあ体重がちょっと減ってて、体脂肪率と血圧はまあ変化ないってところでしょう。まあ、体脂肪率もね、変化ないってことは、まあ安定してるってことは、やっぱり脂肪が昨日落ちたのかな。昨日脂肪がガーンと落ちた 0.6% ね。本当に実際に落ちてるのかもしれないというところですね。で、脈拍71でマイナス8。今がちょっと割と涼しいもんで、まあそのせいだと思います。で、ウエスト 65.5 センチで5ミリの減少です。まあ 0.15 しか減ってないから、まあ測り方とかかな、この辺は。って思います。で、今日の気づきですね。液体食。まあ、リキッダリアンで一応やってるんだけど、一応ね、液体食の、まあ、ガイドラインっていうのかな。私の中のね、ガイドラインとして、液体食は、ペーストもの。まあ、液状のものと、あとペーストものだね。ペーストものを、まあ、液体食っていうふうに私は、見てますってところです。だもんで、酒粕だね。酒粕ペーストだよね。酒粕とか、あとは、あんこ。あんこだね。つばん、こしあん、あんことか、あと味噌、味噌だね。ああいうペーストものっていうのは、水とか湯とかに溶かし込むから、
酒粕は甘酒の中に溶かし込むよね、水の中に水かお湯の中に溶かし込む形、で あんこもそうだよね、お汁粉で作って湯の中に溶かし込むよね。で味噌もそうだよね、湯の中に溶かし込むよね。でペーストもな基本的に溶かし込むもんで、液体食の、まあ、原料っていうのかな、原材料っていうのかな、溶かし込む前の状態だから、あれは液体食という見方でいいっていうふうに私は決めてるっていうか、まあガイドラインとしてね、そこは OK にしてます。だから酒粕取ってでも問題ないってところで、それは液体食っていう形にしてますですね。まあ実際液体食だよね溶かし込めば液体食だ、溶かし込む前か後かっていうそれだけの話だから、完全にそのご飯炊いたままのご飯とかではないし、蒸したままの大豆とかいうわけでもないし、他の固形状態の野菜ってわけでもないけどね、実際のそういう固形分とはまあ、違うもの、ペーストはね、ペーストはまあ液体食っていうふうに見てます、まああんな感じですね。であと一応ね、今実験だね、実験生ミドリムシの開発実験5日目なんだけど、今日でで明日からね、米のとぎ汁とあと米ぬかを試してみようと思ってます。米のとぎ汁はネットで調べたら使われてる、今もうすでにミドリムシの培養とかには使われてるもんで、ミドリムシとかゾウリムシとかああいう微生物の培養には使われてるもんで、まあ実績あるから間違いなくいけると思う。でネットで調べてたらね、発展途上国はね精米機あるね、普通にあるね、発展途上国の方が米の消費量は多い、生産量も多かったりするんだけど、なんだけどで精米機どうなんだろう、みんな玄米で食べてるんじゃないの、精米とかちゃんとやれてるの、そもそも精米機なんて置いてあるのっていうふうに思ってて、でまあ調べてみたらね、割とね普通に置いてあるね割とみんなね精米したご飯食べてるね発展途上でも割ともう奥地っていうのかな、奥地のもう村、小さな村とかでも村に一つだけ精米機置いてあったりとか、村に一箇所だけ精米機置いてあるとか、あともう本当に奥の方だって、で精米機も置いてないところ、置いてないような村であっても移動式のね精米所っていうのがあるらしいんでね、トラックに精米機積んで、で移動式、それで精米しに行きますよっていうやつだね、そういうシステムがどうもあるみたいで、だから精米機が村に一つも一台もないっていうところであっても、そういう風に移動式の精米所が来てくれて、で精米することができるんだよね、まあ、そういう風にやってるらしいんだわ。なんでね、精米はね基本的に発展途上国ならどこでもできる、まあ、どこでもって言ったら語弊があるかもしれないけど、まあ基本ほぼほぼできるっていう見方でいいかなって思った、だもんで米のとぎ汁使っても大丈夫そうだってとこだね。米のとぎ汁は手に入る、発展途上国で手に入る、だからでとぎ汁もそんなに多く使うわけじゃないもんで、大量にいるってわけじゃないから、まあ、いるのはちょこっとだもんで、そのぐらいだったら確保ができる、発展途上国で十分に確保ができるってところですね。まあそんな感じ、その辺がちょっとまあ調べたら分かってきたってところなんで、なんでまあ実験に実験に使うものは発展途上国で手に入るものじゃないとダメだもんで、で大豆は痩せた土地で育つから、で発展途上国が豆の料理が多いって話があるもんで、だから米と豆が発展途上国で手に入る、簡単に手に入るというか多いんだわ、量が多い、それは原因、理由は人、まあ理由があって、まあ大豆なんかは痩せた土地で育つっていうのもあるし、で米も普通に作られてるっていうのがある、でまあその辺から豆乳とあと米のとぎ汁だね、精米した米のとぎ汁、この2つは実験に使えるとか使っていいっていうかね、発展途上国で簡単に手に入るっていう見方でいい、まあ、簡単にっていうと語弊あるか分かんないけど、まあ豆乳も要は大豆を蒸してで絞るだけだもんでできるよね、
作れるよね。でしかもあれ量そんなに多く必要ないんだわ。500に対して 5cc だからね、小さじ1杯分だからね、ほんとわずかの量でいけるんだわ。だその辺まあ 10cc もちょっと試してみようと思ってますけどね。だからあの豆乳、わずかな豆乳あるいはわずかなあの米のそぎ汁だけでいいっていうね。でそれは発展途上国で手に入る、十分手に入るもんで実験に使えるってところです。いや、じゃあ明日から米のとぎ汁でちょっとやってみようかなと思ってます。まあとぎ汁はねよっぽどいいと思う、よっぽど成功すると思う。でそれとは別に米ぬかだね。米ぬかも精米してるのであれば、ちょ米ぬかもあの出るわけだから、ゴミとしてゴミ、まあ実際にはあの油作るためとかに使われてるみたいだけど、日本でも、まあ、あの米ぬかなんてもう二足三文というか安い値段で売ってるぐらいだからね。うん、だから発展途上国でも当然米ぬか手に入るわな、うん、当たり前だけど精米機があるなら手に入るもんで、まあ米ぬかは肥料とかにも使えるからそういう使い方してるかもしれないけど、もしその米ぬかが緑虫の繁殖だね、増殖培養に有効だったらそれもあの使えますよっていうことで言えるもんで、試してみる。発展途上国で手に入るものだね、豆乳と米のとぎ汁で、あと米ぬかも手に入るからこれも試してみるというところです。まあ、穀物だけ生の玄米 の, あの生米だね、生米とか生の大豆も試してみる、見てるけど、あれがあれ調子いいんなら、まあ、別に米のとぎ汁とかじゃなくてもいいけど、まあでも普通に精米してるのであればとぎ汁の方が金かかんないよね。 穀物そのまま投入するよりもとぎ汁の方があの助かるはずだ。うん、もともと捨ててるようなもんだもんで、捨ててるものを再利用するっていうだけの話だから、豆乳は別だけどね、豆乳は飲むためだけどね。な、米のとぎ汁が案外一番いいのかもしれない、あるいはまあ豆乳を使うっていうところですね。なんで明日はまあ米のとぎ汁と豆乳ちょっと試してみる。これは大型のペットボトルでちょっと一回やってみようかなっていうふうに思ってます。で、まあ人にとって特に必要なものといったら水と栄養なんだよね。水と栄養。まあ空気は普通にあるものとして、まあそれはあの、よっぽど大丈夫だという認識のもとね。認識のもと、人にとって一番大事なもの何かって言ったら水と栄養なんだよね。これは間違いないと思う。誰にとっても必要なものだと思うから。それが、あの、なければ、まあ体に重大な損害が出るっていうかね。うん、まあ、あの栄養失調とかあるいはもう生きていけなくなっちゃうっていう風に、うん、まあ飢餓飢饉そういった状態だよね、うん、になるわけなんだけど、であの緑虫だね、今やってる実験だね、緑虫の実験っていうのが発展途上国で子供がとにかくたくさん死んでるんだと。その理由は何だって言ったら栄養失調の問題、栄養不足の問題なんだよね。で子供がたくさん死んでるっていう、それを解決するっていうのが一つ、あとはあのこの世界から老いと死をなくすっていうね、完全に消滅させるっていう、これに使えるんじゃないか、使える可能性が高いっていう、そういうふうに睨んでるもんで、それそのために、まあ、やってるんだけど、実験をね、開発をねやってるんだけど、で今作ってるあれだね、あの容器でか緑虫、うん、あれがあの、まあ、あの発展途上国だと水の問題があるんだよね。水、あんまり綺麗な水を確保できない、ボルビックのようなね、あんな綺麗な水を確保できないっていう場所が多いと思うんだよ、多いと思う。であのそういう微生物だね、細菌がいっぱいうじゃうじゃいて汚れた水だよね、水たまり、ちょっとした水たまりの水を飲まなきゃいけないっていう状態とかね、子供たちがね、そういう状態にあって、で、まあ、栄養失調、栄養不足の問題と、そういう汚い水を飲まなきゃいけないっていう問題、この2つを解決、もしかしたらね、もしかしたらっていうか、その2つをこの緑虫で解決できるんじゃないか、解決できる可能性があるっていうのかな、私はそう見てるんだよね。それも、まあ、あの実験の目的っていうか、あの理由の一つでもあるんだけど、水が汚れてるっていうのは、要は雑菌が繁殖してるってことなんだよ。そういうことなんだよ。水が汚れてる。泥水をすすらなきゃいけないっていう、その泥水っていうのは雑菌が繁殖してるってことなんだよね。汚れてるって。
で、あの今けんあの作ってるあの容器あそこは水入れるよね。あの緑虫飲んだら水かさ減るもんで水を足すよね。で、例えば普通の綺麗な水が手に入らないとして、で水たまりにあるような泥水だよね。泥水を汲んできてあの中に入れる、緑虫の容器の中に入れる、培養液の中に入れる。入れた時にどうなるかって言ったら、当然雑菌がたくさん入るわけだよね、汚れた水入れたらね。だけどストローでふーってブク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 ってやって二酸化炭素を水の中に溶け込ませると、pH 値が下がって酸性になるよね。酸性になる。そうすると、ミドリムシ以外の微生物は死ぬわけだ。つまり雑菌も死ぬわけだよ。つまり除菌ができるってことなんだよね。水を、汚れた汚い水をきれいにすることができるんだよ。あの容器っていうのは。今私が開発してる容器っていうのは。汚い水、泥水とかをすすらなきゃいけないっていう、そういう泥水を、あのミドリムシの容器の中に入れたら、容器の中に入れてストローでブクブクブクってやって二酸化炭素を溶け込ませたら雑菌死ぬからpHが下がってね、酸性になるからね。ミドリムシは生きてるけど雑菌は死ぬわけだ、つまりあの浄水っていうのかな、除菌ができるわけだ。除菌ができる、そういうことだもんで、子供たちはそういう菌がたくさん繁殖した、雑菌がたくさん繁殖した水を飲まなくてよくなるっていうのかな。あの容器に入れて、で二酸化炭素ストローでブクブクブクってやってシャカ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 やってたら、あしたらあの除菌ができるもんで、雑菌を取り込まなくてよくなるわけだ、子供たちがね。そうするともうお腹腹痛の問題とかそういうのもなくなる、腹痛で倒れ込むっていうのがなくなるわけだ。その上さらにミドリムシの栄養素59種類、植物性動物性合わせた59種類の栄養を取り込むことができるもんで、もう栄養失調の問題も解決するわけだ。きれいな水、除菌されたきれいな水を体の中に入れることもできる。さらにミドリムシの栄養素だね、59種類の栄養素も取り込むことができる。これによって水の問題とあと栄養の問題が解決できるわけだよ。で、あのさらに言うと、ミドリムシだけ持ってるものとしてパラミロンっていうのがあるんだよね。パラミロンっていうのはね、ミドリムシだけが持ってるもので、ミドリムシの中にある多孔質、軽石とかあのセラミックとかああいう感じの多孔質な物質で、であのまあ、いろんな有害物質とかそういうのを吸着してくれる、どうもそうらしい、そうらしい、吸着するっていうそういう効果があるらしい。まあ、要は露材だね、露材、露化する材料、露材だね、露材の役割をしてるらしいんだわどうもね、まあ、多孔質なものって大体そうだよね。ああいうサンゴとか、サンゴ礁のサンゴとかああいうのだよね。多孔質、軽石、サンゴ、セラミック、まあ、そういうの、あれと同じような感じで多孔質なものなんだよね。そういう粒がミドリムシの中にはあるんだよ。ミドリムシだけ持ってるっていうのかな、パラミロンはね。もしかするとそのパラミロンがあの水の浄化をしてくれるっていうのかな、つまりミドリムシが水の浄化をしてくれる、パラミロンを持ってるミドリムシが水の浄化をしてくれる。だからそういう泥水をすすらなきゃいけない子供たちが、その泥水をミドリムシの容器の中、そう培養液の中に緑、その汚れた水だね、泥水を入れることによってミドリムシがその水をきれいにしてくれるっていうね、浄水、浄化してくれるってことだ、水を浄化してくれてきれいな水にしてくれる。で雑菌もあの二酸化炭素を溶け込ませれば死ぬよね、死滅するよね。除菌とあとミドリムシがあのまあろ過してくれるとかな、浄水してくれるっていうか、ダブルの効果でね、ダブルの効果だ自分で二酸化炭素で酸性にして、まあ、除菌するのと、ミドリムシがパラミロンによって水をきれいにしてくれる、まあ、露材の効果、ろ過してくれるっていう。それによって子供たちは泥水を、今までは泥水すすってて雑菌とか汚い水を飲まなきゃいけなかったっていうのが、
ミドリムシがきれいにしてくれるもんで、その今開発してる容器に入れる水を入れることによってね、それによってきれいな水をミドリムシの栄養ごと取ることができるようになるわけだ、子供たちはね。だから今後はだからそういう水の問題も解決する。だから子供はもうそういう汚い水を飲まなくてよくなるって、汚い水を飲まなくてよくなるし、ミドリムシの栄養素59種類のね、素晴らしい栄養素、これによってもあの栄養不足で苦しむこともなくなるっていうね、水と栄養の問題が一発解決できるっていう、今開発してるあの容器だね、培養液と容器だね、うん、それによってもう子供たちはもうそういう水の問題、栄養の問題が解決できる。でコストもかかんないよね、ミドリムシの培養はね。だそういう要はあの研ぎ汁でいいわけだから、水の研ぎ汁、米の研ぎ汁でいいわけだから、お金かかんないよね。それでいくらでもずっと培養し続けることができるわけだ、全然お金かかんないよね。なんであの発展途上で、まあ、あの奥地の村とかまだあのかなり苦しい村とかだと、とにかく働き手は欲しいけど食いぶちが増えて、であの食べるものに困っちゃうと、どうしようもないっていう、そういう問題があるわけだ。だけどミドリムシの場合はお金かかんないから、お金かかんなくて栄養はガンと取れるわけだ。だからあの子供を作れば作るほど働き手がどんどん増えていって、お金はかかんないっていうね働き手は増えるけどお金はかかんない。しかもその働き手の子供たちはみんな元気な状態でやれるわけだ、ミドリムシの栄養によってね。元気なミドリムシの栄養と、あと浄化きれいになった水を飲むこともできるから、健康な状態で働くことができる。だからあの働き手はどんどん増えていく、どんどん増えていって、その農村地帯だよね、うん、発展途上の農村地帯には働き手がどんどん増えていって、しかもお金かかんないから、食いぶちが増えるとかじゃないもんね。食いぶち増えないよ。ミドリムシ取ればね、大丈夫だから。そうすると、あの、どんどん田畑開墾できるよね。田畑開墾できて、あと農作物がどんどん、あの、育つわけだ。あと現金収入が増えてくるわけだ。そしたら、もっと、いい生活ができるっていうのかな。うん、いい生活ができるようになってくよね。豊かになってくよね。だミドリムシ、今のあのミドリムシの開発だね、あのミドリムシのおかげでなので、そういう発展途上で今まではもう子供がどんどん栄養失調とか、あの汚い水飲んでることによってみんなどんどん死んでたわけだけど、それが一発解決して、お金もかからずにどんどん働き手が増えていって、子供も死なないで苦しまずに、栄養失調ならずにね、腹痛にならずにね、水、あの変な水飲んで腹痛とかならずにね、もうあのいくらでも田畑を開墾できる、うん、農業ができる、うん、でどんどん豊かになれるっていうね、そういうこと、うん、子供はどんどん増えていけば、どん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 田畑をあの増やすこともできる。そうするとお金、現金収入もどん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 入ってくる、で豊かな生活ができるようになるよね。衣食住の問題があの解決できるよね。そういうこと、それを今やってるってところ、私がやってる今の実験ですね、実験研究開発はあのそれをやってるっていうのかな。発展途上の子供がもう死ななくてもいい世界っていうのかな、そういう状況を作り出すっていうね、そのためにやってるっていうか、まあ、それも目的の一つっていうかね、老いと死をなくすっていうことと、発展途上の子供たちが栄養失調、栄養不足とか汚い水を飲んで苦しんだり死んでいくっていう状態、これを解決するっていうね、助けるっていうね、うん、今やってるのはそういうこと、私が今やってるのはそういうこと、まあ、そんだけですね、まあ、そんな感じです。で一応明日も 1.5 から3リッターでやっていこうと思ってます。そしたら、絶食436日目完了です。それではまた明日。